フィオドユヴァン・コルドバ・レザマは、ベネズエラ・グアリコ州カラボソ出身のサッカー選手。ブンデスリーガ FC アウクスブルク所属。ポジションは FW。2013年にベネズエラ・プリメイラ・ディビシオンの強豪カラカス FC に入団し、2015年7月22日のリーグ戦のトゥカネスでアマゾナス戦でトップチームデビューをプロ初ゴールで飾った。 その後2016年シーズンのリーグ戦4位に貢献し、2017年のコパスダメリカーナ出場に貢献した。2017年7月4日、ブンデスリーガの FC アウクスブルクへの移籍が決定した。2020年8月17日、アルミニアビーレフェルトへの1年間のローン移籍が発表された。2017年に2017フィファ u 20。 ワールドカップ出場権をかけた南米ユース選手権のメンバーに招集され、3位入賞に貢献し、出場権を獲得。本大会では、初戦のドイツ戦でチーム2点目を記録。続くバヌアツ戦では2得点を記録。さらにグループリーグ最終戦のメキシコ戦でも先制ゴールを叩き出し、3戦全勝でのグループリーグ突破に貢献し、大会準優勝を飾った。 その後、9月1日のコロンビア戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。